浄土寺は兵庫県小野市清谷町にある高野山新言宗の寺院。三号は極楽山。本尊は薬師如来と阿弥陀如来。海山は長元で研究五年の創建である。多数の文化財を所有する古札として知られ、大仏様建築の浄土堂と仏師、会計の大作、阿弥陀山尊像は特に著名である。 震災国33カ所客番札所。この地から西に約2キロのところに奈良時代の僧、行基が建立したとされる広渡寺があった。この広渡寺が浄土寺の前身寺院とされる。荒廃していた広渡寺を浄土寺として復興させた実質的な解散は平安時代末から鎌倉時代の僧で東大寺大仏、大仏殿の復興に尽力した長元である。 自称4年、平重平の軍勢による、なんと焼き打ちで、東大寺や幸福寺は、壊滅的な打撃を受け、東大寺の大仏殿も焼け落ちた。この大仏、大仏殿の最高の大漢人となったのが、当時61歳の長元であった。長元は、大仏最高事業の拠点として、伊賀国、須王国など日本の7カ所に、東大寺の別所を創設した。7別所のうちの、 はり別所がこの浄土寺である。この地は、はり国体武装といい、東大寺城であった。こうして、研究5年に広渡寺を現在地に移転して、寺名を浄土寺へ改め、研究8年に、本堂の薬師堂と浄土堂が、大仏様で混流された。その配置は池を中心にして、西に浄土堂、東に薬師堂が立つ。この配置は、 東方浄瑠璃世界の教主薬師如来と、西方極楽浄土の教主阿弥陀如来の居所を意味するものである。薬師堂は明王七年に消失するが、永正十四年に再建されている。国宝。浄土寺浄土道は長元によって建てられたもので、本尊として、会計作の阿弥陀三尊の巨像を安置する。堂は、研究五年に上等し、同八年に完成し、 供養を行ったと記録されている私層経験のあった長元は、大仏殿をはじめとする東大寺書道の復興や各地の別所寺院の建築に際し、当時の層の最新式の建築様式を採用した。これが現代において、大仏様と呼ばれる建築様式で、鎌倉時代以後の寺院建築に大きな影響を与えたが、長元が手掛けた大仏様建築で現存するものは、 他に、東大寺南大門と、同時解散堂のみである。堂は片三軒の単純な平面構成になるが、一つの柱間が約6メートルもあり、内部空間は広大である。屋根は、包形作り、本瓦粟吹きで平面の大きさの割に立ちが低いことと、屋根の形作る線にほとんど反りがなく、直線的であることが特色である。比較的地味な外観に比し、 道内部は抜き、梁などの構造材をそのまま見せたダイナミックな構成になっている。天井を張らず、屋根裏に空間を作らず、構造材をそのまま見せて、装飾を兼ねる化粧屋根裏となっていること、抜きを多用することなどが大仏様建築の特色である。阿弥陀三尊像国宝。浄土道中央の趣味団に安置される。仏師、会計の代表作。 巨大な三村像で、阿弥陀如来は、造行後立方メートル0センチメートル、両脇地、右、観音菩薩と、左、聖子菩薩の造行は、おのおの3メートル70センチメートルある。海景は、長元とは近い関係にあり、熱烈な阿弥陀仏信者だったことが知られている。海景の作品には、造行三尺の阿弥陀像が多いが、本作は、珍しい大作である。 三体とも立像であり、各像の立つ、レンゲ座の下には、雲が表されていてわずかに、阿弥陀三尊が前に傾いていることから、西方極落上土から飛雲に乗って来号する、情景を表現したものである。また、中央の阿弥陀如来像の特徴として、人々に差し伸べられているのは右手、他の阿弥陀仏が左手なのとは逆の作りで、爪は長く伸びている。当時流行の総風が顕著である。 浄土寺の阿弥陀三尊の脇寺は左右逆配置である。この配置は密教寺院に存在する形式で、あたらだらにある屋行や、未、自在最小心妙行大工本などの密教系経典には、右観自在、左大聖子とす、云々の記述があり、それを取り入れたものか。浄土堂は、境内の西、すなわち、極楽浄土の位置する側に建てられ、 阿弥陀三尊は東向きに立つ。銅の背後の首都緑を開け放つと背後からの最古が入り、晴れた日の夕刻には、道内全体が主席に深く輝くように染まり、雲座の上に位置する三尊像が浮かび上がって、雷号の風景を表す劇的な光の演出効果を備えている。その際、遠方のため池群が西方の光を運び込む装置として機能することを、 作者長元は巧みに計算していたようである。安藤忠夫による設計で1991年に、竣工した兵庫県淡路市にある、新言密教の寺院で、新言、宋室派の別格本山である、本福寺本堂の湖堂は、西から入る光が、極楽浄土を現出させる、この浄土寺での長元の手法を踏襲したものである。仮覧の模型。手前が本堂。 奥が浄土道、浄土道細部、浄土道細部、八幡神社拝殿、八幡神社本殿、八幡神社拝殿、本殿。ありがとうございます。